絶対何言ってるか分からへん。はい、どうも、グリドットです。はい、じゃあもうちょっとやっていこう。とりあえずなんかね、今日やっていきたいのは、なんかオンラインフォーメーションで、なんかユベントスが特別日本デザインで、ウィレ独占でなんかやってるらしくて、なんかこれ取り込めらしいんよ。だからこれちょっとね、皆さんね、ユニフォームのダウンロード方法とか、まあ、エディット方法とか、全然わかんないと思うんで、取り込み方法とかちょっと伝えながらちょっとやっていこうかなと思ってます。いやー、これ使ったら能力値上がる説あるよ。ワンチャン。うん、ベルピルも手に入ったし、俺。じゃあっていうか。あ、じゃあ、その前にちょっと必要なもんだけ、USB が絶対必要です。はい。USB が必要です。で、まあ、それ、まあ、画像取り込むための、まあ、PC、まあ、まあ、ネカフェに行ってもいいんで、まあそこら辺はちょっとね、頭使ってくださいよ、それは。使えよ。なんでちょっと切れ気味なんていうね。はい、っていうところで、紹介していきましょうかというところで、はい、ここ PC 画面行きましたと。とりあえず、ウィニングレブ2020って検索してもらって、ほんで、公式ページに積まれます。んで、下の方にね、なんか、今日のインフォメーションがないな。長えのよ。あるんで、とりあえずここに行ってもらいます。まあ、ここに、多分出てるはずなんで、ユニフォームユベントスウィレ独占で配布中、フォローします。で、ユベントスの特別ユニフォームデザインウィレ独占で配布中みたいなのがあるんで、ここからね、ダウンロードこちらみたいなのあるんで、ここに飛んでください。なんかユベントスのね、公式ホームページあるらしいんやけど、これから飛ぶのが早いと思います。はい。あ、ちなみにな、スマホじゃ無理やから。ウィレキッズと思う。何回言ってもいい。そこは、キッズ静かにせえ。で、とりあえずこのユベントス公式ホームページに行ったら、このページに行ったら、下の方にね、e フットボールウィニングレブン2020日本ダウンロードみたいなのがあるんで、これ、押してください。はい。じゃ、このカードが出てきます。ポッと押したらね。で、これを、まあ、右クリックで名前をつけて保存ってあるんで、画像つけて保存ってあるんで、それを押してください。で、それで、ここかな。まあ、どこでもいいんで、保存してくださいと。置き場所どこでもいいです。これがわからないって言ったら、ググれも。パソコンという物体をググれ。わからない人はコメントに書いてください。ガチでね。これガチで教えますから。はい。で、とりあえず、ここまではいいです。で、次は、USB を用意してください。はい。USB 用意。皆さんいいですか ?USB 用意。はい。っていうところで、ここに来たらね、このフォルダーを作ってください。はい。WEPES ですね。WEPES。うん。WEPES っていうフォルダをこうやって、新規作成からフォルダー作って、ここね、WEPES。これ全角じゃなくて半角なんで。わからんやつはもう聞け、ググれ。で、この WEPES の中に、さっきダウンロードした、まあ、この JV キットフレームっていうやつを、入れてくださいっていう感じですね。はい。で、ここまでが PC の設定になります。じゃ、次はウィーニングレブに行きましょう。はい、っていうところで戻ってきましたっていうことで、ウィーニングレブですね。で、ここに来ましたら、とりあえず設定に行ってください。エディット。はい、で、ということで、エディット画面に来ましたら、ここで、さっき、画像データで USB を PSO に挿してください。バスって挿してくださいね。どこでもいいんで、どこでも挿すと。まあ、させてください。で、そこからインポート、エクスポートというところに行きます。で、その中にある画像データインポートっていうのがあるので、これを選択。で、画像データインポートを置くと、ユニフォーム大小ってあるので、これは大で大丈夫です。はい。で、使ったやつが出てくるので、これを選択してもらって、で、今回も、自分、ユニフォームデータいくつか持ってるんですけど、今回の選択したユベントスをやってもらいます。多分、一つだけだったら全ての画像インポートでもいいんですけど、まあ、選択肢は画像インポートっていう形で選択して、このユベントスを選択してもいいと思います。まあ、今回はこれだけでいいんで、これを選択して、インポートしますと。はい。で、これで OK。これで、インポート。OK です。OK です。これでもう USB を外してもらっても大丈夫です。ただ、ここからは、チーム、まあ、ユベントスやった場合、ユベントスのチームに来させたいっていうのは普通やと思うんで、とりあえず、チーム、選択して、
そのチームはユベントスにね、ユニフォーム着させないといけないですと。はい。まだ終わんないですよ、手順的には。で、ここで、チームから、まあ、ユベントス選んでもらって、ユニフォームまで選んでもらいます。で、ここにね、今搭載されてるユニフォームデータがいくつかあるんですけど、この一番下に、ね、追加っていうのがあるんで、これを選択してもらいます。はい、っていうところで、フィールドプレイ4を選んでもらって、で、画像を貼るを選んでもらいます。はい。で、お披露目ですよ。めっちゃお披露目。めっちゃお披露目ちゃうな。で、この中にある、いっぱい多分いくつかあるとは思うんですけど、この中にある一番下かな、多分一番下にあると思います。ユニフォームを選んでもらいます。いや、楽しみ。どんなやつなんやろうね、これ。楽しみは。多分、なんか変わってんのかな。ただ、能力値上がる説あるよ。パソコンという物体をぶつけ。うん。あ、なんかミス、ん?若干黒くなったって。濃い黒。漆黒か、オフホワイトぐらいの宮迫さんのネタぐらいのじゃあ、しかもさ、これさ、新しく、これ言っちゃいかんな言っちゃいかんような気がする、俺は。なんかダメなような気がするところで、俺言っちゃいけない、触れてはいけないものに見え、なんか触れてはいけないものに触れてしまったんかもしれへんけど、と思いながら俺一試合だけ行くわ。心の準備をしない。強っ。いや、でも、俺は新ユニフォーム、ユベントスなんで、こんなさ、脱世さ、ミランに負けるわけないやん。脱世ミランのユニフォーム、かっけえな。かっこいいのよ、ミランのユニフォームってなんか、うん。ちょっと比べようか、これで。これやろ?普通のやつがね。わからんのよ。マジ何か変わるんかな。ルンマイヤーなんだなんだおーすげえ。これが漆黒に落ちた者たちのすべか。すげえ。イベントスユニ、すんごい。これ、取らない、すんごい。